さあ続いてはセロの海外サプライズです。セロ、今回はどこに行ってきましたか？ We went to Thailand. タイ、チェンマイ。日本から遠く離れたタイでのサプライズ、ご覧ください。今回セロがやってきたのはタイ。旅の目的は首都バンコクからおよそ700キロ北に位置するチェンマイの子供たちにサプライズを見せること。チェンマイは別名タイのバラと呼ばれるほど緑豊かな街。果たして子供たちはセロのサプライズを喜んでくれるのか。空の玄関口、チェンマイ空港。到着したセロの傍らには俳優金子貴俊の姿が。そう、今回セロのサポーターとして金子が旅に同行することに。やっぱり僕タイ語わかんないので、はいはい、言葉のいらないマジックです。僕のマジックで心をつなげたいです、タイの子供たちと。空港から車でおよそ30分、2人は子供たちの元へと向かう。実は今回セロがこの地を訪れたのにはある理由があった。それは、ここかな。ああ、あった。バンロンサイ。バンロンサイ、あ、いた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 。ああ、遊んでる遊んでる。おお、こんにちは。ここが今回の目的地、バンロンサイ。サワリカー。おお、かわいい。見て、みんなかわいいね。ああ、いい笑顔。ここバンロンサイでは親を亡くした子供たちが共同生活をしている。おお、じゃあいいの？行って。案内してくれよ。無邪気な笑顔で二人を歓迎する子供たち。実は皆ある境遇に置かれていた。それは HIV。バンロンサイの子供たちは親をエイズで亡くし、自らも HIV に母子感染しているという。暮らしているのは2歳から14歳まで30人の子供たち。最近では HIV に対する治療が進み、発症を抑える薬を飲み続けていれば普通の子供と何ら変わらない生活を送ることができるのである。確かに子供たちの行動や笑顔にはHIV に感染していることを微塵も感じさせないパワーがみなぎっている。みんなこっち、みんなこっち来て。みんな早くこっち来て。そんな子供たちにさらに元気と希望を与えることができたらと、セロは今回ここバンロムサイにやってきたのだ。 All right、はい、今日はみんなにぜひ見せたいのがある。ヌンです。ヌン、ヌン、おいで。よし、ヌンちゃん頑張って、はい、come on。 一体何が始まるのか、静かに見守る子供たち。はい、今日これ使おう。お水とコップ。おう、手こうまっすぐ伸ばして、コップ2つ渡します。こうしっかり持って、でこれもしっかり持って、今から水を中に入れていく、はい、好きなところでストップって言ってください。ストップ Here? ああ、OK。 でここも入れていく。ストップ OK。 入ってるよね。でゆっくりこぼさないで自分の頭の上にこうやって乗せる。二人でゆっくり360度回ります。コップに入ってる水が消えます。一周回るとコップの中の水が消えるというのだが、水が入ってるよ。でもこの中は入ってるよね、まだ。今度はこのコップに入ってる水を1,2,3 数えると消える。みんなで3つ数えるとコップの中の水が消えるという。果たして OK? OK? いくよ。ヌン、ソン、サン、ゴー。挨拶代わりのサプライズ、子供たちに喜んでもらえたようだ。嬉しそうだな。
とここで一人の男の子がセロの元へやってきた。